はい、FM 流進堂 DJ の流進です。相変わらずドライブデジをやってるわけなんですけれども、今回ちょっと父の話をしたいと思います。いつからかな、なんかね、父が膝を悪くしちゃったことがあって、昔ですね、今うちの父剣道やってまして、それでね、7段かな、確かね7段まで持ってるんですよ。7段なんですよ。それで、まあ若い時はね、全国優勝とかするような、まあ、猛者でして、まあ非常にその、なんていうのかな、本当に武士なんですよね。もののふなんです。でね、本当に曲がったことが嫌いでね、なんていうのかな、卑怯なこととかね、もう絶対許さないんですよね。あと、無礼ですね、無礼。人をバカにするとか、軽く扱ったりとか、その見下すような人は、もうすごい嫌いなんですよね、うちの父は。で、そういうこともあって、まあ僕自身もね、そういう家庭環境の中で育って、まあかなりいろんなね、そういう父から、引き継いだ性分っていうのがありまして、まあ自分なりにね、こう、自分なりにですよ、もちろん自分もね、間違ってることとかたくさんありますけれども、まあ、清く正しく誠実に生きましょうっていうことをね、父から学んでるわけです。で、そんな父が、剣道を昔からやってるんですけれども、まあ今でもね、やってるわけなんですけれども、膝からね、倒れてしまったことがあるらしいんですよね。で、それからね、膝のね、皿を打っちゃったらしいんですよね、その時に。で、その時から膝悪くしちゃって、で、一時期は、なんていうのかな、サポーターっていうのかな、膝にサポーターをね、巻いたりもしてたんですけれどもね、だんだんそういう膝の状態が、悪くなってきてしまってですね、今、正座がね、全然できない感じなんですよね。正座ができないと。で、うちの父は、お坊さんでもありますから、正座が必須になるわけですよね。正座必ずしなきゃいけない。だけど、今、正座ができないということで、法事やるときは、あぐらでね、やったり、もしくは椅子でやったりっていう形で、まあ、なんとかやってるわけですよ。で、またね、腰もね、最近悪くしちゃってね、去年の10月だったか11月ぐらいに、やっぱどうしても痛いっていうことで、病院行ったらしいんですね。そしたら、実は、脊椎間狭窄症っていうね、病気だったっていうことが検査で分かりまして、脊椎ですね。脊椎の、神経が通っている、部分が、狭まってしまったと。で、その原因がどうやら、その、骨がね、曲がっているっていうことにあるらしいっていうことらしいんですよね。で、その、骨が曲がって、ていることによって、その脊椎の中の神経、の部分が圧迫されていたらしいんですね。それで、まあこのままずっとね、ほっとくと、もしかしたら歩けなくなってしまうかもしれない、車椅子生活になってしまうかもしれないっていうことで、まあ手術をねしたわけですね。それで、それが去年の11月の暮れから今年の1月にまたがるような時期で、それで、まあ、三田村家にとってはちょっと試練になったね、年だったわけですよ。で、その間僕は、家のね、実家の手伝いをしてまして、まあ、去年の暮れからもう2月ぐらいまでね、毎週のようにね、
実家帰って家の手伝いしてっていうことをやってまして、全くね無休でしたね。完璧無休でした。それでお正月の間はね、家族で旅行行ってたんですけど、もう最初で最後でしょうね、お正月に旅行行くっていうのは。僕自身はね、自分がゆっくりするために行くっていうよりは、その家族旅行の、まあ、運転手役をやろうと、まあね、自分が一番その若いし、元気もいいし健康だしっていうことでね、まあ、ちょっとした親孝行しようということでね、一緒に旅行してたわけですね。で、まあ、ほぼその間自分が運転してね家族連れてったわけなんですけれども、なんだろう、その時は、まあ、父もね一時退院っていう形で、退院してたんですけど、またねその後入院、病院の方戻って、それでしばらくしたらね、完全に退院になったわけですよ。それで、まあ、今3月なんですけど、家帰ってきてから、父の方でもね リハビリをしなきゃいけないということになって、まあ、1ヶ月近くそのベッドの上の生活だったので、やっぱ筋肉がね、衰弱するんですよ人間、入院とかしてねベッド生活になると。それで、まあ、もともとね、その膝も悪かったし、あとその脊椎間の手術っていうのは腰なんですね、腰の部分の手術になるので、どうしてもね腰に今力が入らないらしいんですよ。だからもう歩くのもね、座るのも、立つのもやっとっていう形で、かなりその本人としてはね大変そうな感じに見えます、見ててね。それで、まあ、ちょっとまだね、調子が悪いっていうことで、来週もう一回ね、再検査、しに行くらしいんですけれども、まあ、その父がね、そういう調子悪いっていうのを自分が見てて、まあ、いよいよその自分がね、家を守っていかなきゃいけないっていう思いになるわけですよね。それで、まあ、僕自身も、だからすごく歯がゆくて、大学の方でもね、早く卒業して一人前になりたかったんだけど、なかなかうまくいかなくて、自分自身のね、活動っていうのも、うまくいかないところもたくさんあって、で、まあ、家族も守っていかなきゃいけないということでね、かなり、ここ2年間くらいかな、2年間ぐらいは自分にとってね、試練の年になってるわけですよ。で、今年も相当そういった意味でね、試練の年になると思います。逆を言えばね、この試練を乗り越えられればまたね、自分としても、かなり大成長できるでしょうし、そして他の部分でもね、いろいろなことが、できるようになると思います。で、やっぱ父がね、そうやって病気したりとか、まあ、家族、ですね、家族の問題なんですけれども、うちの姉もね、長女がちょっと心の病 で家族全員でケアしなきゃいけないっていうようなこともあってね、なんだろう、家族の中で僕末っ子でね、今まで相当好き勝手やってきて、まあ、美術っていうね、すごくその実用的ではない、学問に、まあ、自分一生懸命ね勉強してきて、で実用的ではないけれども、その人のね、精神活動に関わる仕事、人の文化とかね、その教養とか、もしくはその人の心に作用するような活動っていうのをしてきたっていうことが、実は今はね本当に実用にはならないんですけれども、そのうち本当にね実用的になっていくんじゃないかなと思うんですよ。で、それは非常にその効果の出にくいようなねことなんですよ。いきなりね、誰かの怪我を治るわけじゃないし、もしくはそのなんだろう、家を作るとか、
畑を耕すとか、実際になんか目に見える効果として生まれるような類のものではないけれども、僕自身がね、この21世紀っていうこの時代に、まあ、鬱や自殺やね、そういうその人の心に関わる非常にネガティブな世の中の流れっていうのを、僕はその自分がやってる美術っていうもの、そして僕の生まれである宗教っていう問題、もしくは哲学、もしくは、僕自身が身につけてきた教養っていうものが人の役に立てばいいなっていうような思いを抱いているわけですよね。それで、話は次回に続きます。はい、失礼いたします。